冷たいは気持ちいい。冷たいは優しくてあったかい。ロックアイスが作る冷たさには温度を変える以上の力がある。その可能性は無限だ。挑戦しよう、提案しよう、生み出そう。溶けない情熱があれば新しい冷たさを届けられるはずだ。溶けない情熱、ロックアイス。溶けない情熱、ロックアイスプレゼンツ、千葉ジェッツ本ゲーム。本日のハーフタイムショーは We Love Japan Day スペシャルパフォーマンスです。 OK, please welcome your flight crew。さあ会場の皆様、ここからは溶けない情熱ロックアイスプレゼンツハーフタイムショー。さあということで早速改めてご紹介に参りましょう。この度期限付きプロ選手契約をしたジャンボ君選手とフラッシー選手です。今日もキレッキレですね。昨日からねプロ選手契約をしているけれども、はい、ここ船橋アリーナの雰囲気はいかがですか。いや、やっぱ船橋アリーナ最高ですな。ブーさんの皆さんと一緒にジェッツ応援してほしい。イエス、ね、コロナ禍ではありますけれどね、こうやって船橋が来てくれたことによってね、普段以上に会場の皆さんのパワーがね、高まっているのを感じますよ。いいですな。さあそれでは今回新種製のゲームパートナーであるロックアイスの小久保社長にも今回ご登場いただきまして、一緒にお送りしてまいりたいと思います。小久保社長どうぞ大きな拍手を。皆さんもお願いします。これからもっと盛り上がっていきましょう。さあということで小久保社長、ね、昨日からジャンボ君のフナッシーがプロ選手契約を果たしておりますけれども、これまでの彼らの活躍はいかがでしょうか。いやー、いつも以上にアリーナが盛り上がってですね、非常に活躍してくれたと思います。素晴らしいです。あ、嬉しいですか。美しい。そうですね、これからもどんどん盛り上げていただきましょう、ね、ただフラッシュもジャンボ君もね、昨日に引き続き残念ながらベンチ入りまでは果たせなかったようで。あー、そうですね。こっち、小久保社長、ちょっとね、重要なことですらしい。え、2年連続でベンチ入りできなかったから自分を鍛えるためになし BA に出し、なし BA? ごめんらしい、ごめん。あの、アメ
メリカ最高峰のナシバスケットボールリーグのナシ BA に挑戦するの？嬉しい、もっともっと高く飛びたいですし。私は反対です。まだ船引きたちは、ね、あの富樫選手はじめジェッツの選手に勝ってない。とりあえずね、日本でてっぺん取んないと。アメリカはそれからでもいいと思いますよ。国務社長はやったらしい。アメリカの呼吸をするだけで高く飛べると思ってたらしい。ただ日本でもっともっとバスケがしたいらしい。国務社長、バスケの練習がしたいらしい。そうだね。ということで、千葉ジェッツの選手たちがさらに強く成長するために今ジェッツ専用の練習場を建築してます。おさあ、ステージまで出ました、ね、でも今なんかどこかで聞いたことあるスラムダンクのね、あの一節の流れのようなバレちゃいましたね。ね、練習アリーナの建設大丈夫ですか社長？大丈夫です。順調ですか？順調です。ありがとうございます。そのはずです。はい、さあじゃあ中身どんな感じでしょうか？はい、ですね、まずあの練習失礼しました。練習の名前はいかがでしょうか？名前、これ微調で出るんですかね。ロックアイスベース。ロックアイスベース、はい、お電子ベースはロックアイスベースザ・ハンダー・オブ・ジェッツという名前になります。かっこいい名前です。あら、いいですね。完成時期はいつですか？完成は3月中旬から、まあ、4月にはもう練習がスタートできるようなスケジュールになってますね。4月はもうすぐですね。練習中ですか？場所はどのあたりになるんでしょうか？あのここからそう遠くない八千代市の大和田になりますね。八千代近い近い、すぐここじゃないですか。バラエンドでしょ。ズバリ施設のおすすめポイントなどありますか？そうですね、今回は専用の食堂とか会議室も作ってるんで、朝から晩までずっと練習ができるというのがいいんじゃないですかね。もうお家帰りたくなくなっちゃいますね、それね。うわー、ワクワクしちゃいます。ちなみにこちらの施設はトップチームが使ってないときはどういうふうに使うんですか？ユースの方が、練習で使ったり、それから、チアのスクールなんかもやってもらうことができます。ちゃんとでも練習できるでしょ？できますよ、もう毎日できちゃう。おジャンボ君もうなしも、これは嬉しい施設になりそうですね。いや本当に、ね、トップチームだけじゃなくてユース強化、ね、チアのスクールでも、普及に使えるということで、とっても夢のある、ね、お話でございます。ちなみに社長、これズバリどうして専用練習場を作ることになったんでしょうか？はい、千葉ジェッツの千葉県をバスケットボール王国にするという、その、ことにですね、共感して、ぜひそれ応援したいなと。おっ、はい、嬉しい、応援のお気持ちから、社長、ありがとうございます、ね、もうジェッツ10年目ですけどね、本当にまさかこんな話ができるとは、感無量でございます、ありがとうございます。さあ、では、この練習場の将来的な、イメージ、理想像というか、何かありますか？はい、コロナが落ち着いてからの話になるんですけども、本当にそう、練習場で、それこそブースターさんとのミーティングとかですね、おそういうことをやっていきたいなというふうに考えてます。ブースターさんとも交流できたりの場になると、はい、それは素晴らしいですね。本当に将来的にはこうジェッツファミリーがね、より身近に感じられるような。ね、練習場になるということで、本当にすごくないですか、ジャンボ君、ふなし。めっちゃすごいですか、ジャンボ君。私もそこで練習して、ダンクらしい。おいや、ね、ぜひ見に来てほしいですね。さあ、それでは、ふなしもそこで練習をして、ぜひ今度こそ、ジェッツのスタメンを勝ち取れるように、ジャンボ君もね、2人でスタメン取れるように頑張ってくださいね。頑張りらしい。よし、では。以上でございます。ロックアイスハーフタイムプレゼント、ハーフタイムショーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。後半も盛り上げていきましょう。皆さん後半も盛り上げましょう。はい、おいしそう。ジャンボくん、ふなっしー、国務社長でした。ありがとうございました。盛り上げていこう。
開く。株式会社金太郎ホールディングス。